なんかさ、髪乾かすときさ、なんか若干髪が熱持ってるからさ、乾いたかなと思ってドライヤーやめたらさ、ちょっと熱冷めてみると意外とまだ濡れてるって時あるよね。熱い。サラサラでしょ。お風呂上がりのツヤツヤ、このツヤがオイルのツヤなのか水なのか分からん。ドライヤーにこだわりある？ない。風量が強ければ。貫通。一発目から当たった。ついてるね。すごい。小当たりおめでとう。一発目から？今日いいね。すげえ。すごー。埼玉のおいたん、靴下ありがとう。2回連続とかでもあるよね、きっと。確率は変わらないからね。はじゅりった。こんばんは。木金に寒波来る。もう寒波来てるよ。ずっと昨日、おとといぐらいからずっと寒波。これからもさらに追い打ちってこと？おかしいおかしい。もう寒波来てる。確実に。寒波来てます、すでに。おかしいです、こっからさらにとかは。なしで。その寒波なし、キャンセルで。キャンセルできますか？いや、寒波来るんじゃなくて、もう、寒いのよ。寒波来るねとかじゃないんですよ。やだ。キャンセル料かかってもカンパキャンセルしたい。キャンセル料木金でしょ。今日月曜だから3日前だから 80% ぐらいでいけない？無理？絶対にキャンセルしたいな。コート出しました。コートいるよね。1年前に言ってもらわないと無理。いや、1年前にも寒波キャンセルしてるはずですけどね。いや、生まれた時から寒波はキャンセルしてますけど。おかしいな。追い打ちやだ。絶対に寒くなりたくない。
こんばんは。何のために寒いんだろうな。誰も寒くなりたい人いないの。不思議だ。ね、ずっとアラーム鳴る。消してるの、消してるのに。なんで？スヌーズになってるのか。寒波に敗北？もう敗北してる。ずっとね。何億年も前からこの周期なの。笑った。こたつで丸くなる。こたつ最高だよ。今もこたつに入ってます。こたつ買ってない人マジで買った方がいい。よあら、もう切れてるアイロンが。スリランカカレー？なんだっけな、なんか麺と米があったな。葵ちゃんが大好きらしい。あ、メンションされた葵ちゃんに。大島葵。人多すぎてびっくりした。え、それな。めっちゃ人多かったな。感じばりのシークタルだって思うでしょ。今日の福フェスの出演者さんはですね、オープニングアクト、オープニングアクトってさ、普通いつ発表するんだろうって。オープニングアクトってあのオーバーチュアとか影穴の後に山猫坊主靴下ありがとう。そう、オープニングアクトってさ、だいたいいつ発表するんだろうって分かんなかったんだけど、普通に発表してみた。キュークルちゃんっていうね、今ちょっとメール送ったんですけど、そう、子たちが出演します。お休みメールも送ろう。オープニングアクトって何なんだろうね。
もうオープニングアクトの私的なイメージはまだデビューしたての子とか今売り出し中の子たちがこう前座、あ、前座か、前座としてねこうやるみたいな感じのイメージなんですけど、今回はこのキュークルちゃんはですね、あのスーパーガールズってか元 AKB なんですけど、スーパーガールズなんか長かったのかな、スーパーガールズのゆうきちゃんがお友達なんですけど、そのゆうきちゃん、ゆうきちゃんがプロデュースして、で結構なんか相談とか乗ったりとか作る過程の結構裏からも見てて、結構って結構でもないか、まあちょっとねいろいろ聞いたりしてやっとできて、ゆきちゃんがすごいね頑張ってるので、そうアットジャムでも見させていただいたし、ぜひ出ていただきたいなと思って、今回ゆきちゃんからもね副レス出してってずっと言われてたので出演させていただくことになりました。なので多分まだデビューしたてなんですよ、1年経ってないと思う、だから駆け出しなんですけど、そう、まあ、だからこそね他のフェスとかでもねあんま共演しないと思うから珍しいかなーって思って入れました。ちょっと私もまだ1回しか見たことないからそんな詳しいわけじゃないんだけど、まああの可愛いの好きなんで、キクルちゃん可愛い系なんできっと楽しいと思います。オープニングアクトだからね結構早い時間になっちゃうと思うんだよね、普通に何時だろう、何時だろうな、5時とか4時とか5時とかね、今日前髪やばい、不調、そう、だけどぜひ多分トップバッターになりますね。開演前です、そう開演前だからしれっと始まるやつね、しれっと始まるやつです。こんばんは。なので皆さん福フェスの方の私のツイートでもいいんですけど、リツイートいいねなどよろしくお願いします、拡散してください。お、前髪なんとかなった。へその中の人の話勉強になります、勉強になるよね、結構難しい、なんか難しい本当に、発表順も考えてるようで何も考えてないから結構適当、そう、明日はね、あ、明日も明日はどうだろうね、明日の出す子たちもねなか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 ですよ、なか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 ですね。で昨日手羽先さん発表だったのもたまたまで、めっちゃ全然手羽先のライブに合わせて発表したかじゃないの、たまたま、だから本当ねランダムに来ますよ。だってオープニングアクトをこのタイミングで発表する人いる？いないよね。なのでオープニングアクトが3つ続くかもしれないし、次に一番でかいアーティストが来るかもしれないし、わかんないですよ、楽しみにしててください。
会場 BGM のセトリは DJ あかり、 DJ あかりめっちゃ考えてるから、 DJ あかりめっちゃ考えてる。あとうどんぶりのデザインも始めました。どんなんにしようかね。なんかみんなで作ってる感じして楽しいよね。私大体ショールームで全部家庭言っちゃってるからドキドキ感なかったらごめんだけど、うどんぶりバージョン2。どんなにしよう。ね、サインと猫と船と、いや盛りだくさんにしすぎたな。ちょっと私要素もうないぞあれ以上は。何がいいんだろう、何がいいかな。こんばんは。とりあえず前回の雰囲気も残しつつにしようかな。フクピーが選んだグループには注目しています。そうだよ、だってさ前回もクピポとか言われてさ、みんなわけもわからず見に来たでしょ。だけど今クピポのこと気になってるじゃん。なんなら服装終わった後に一番好きになったのクピポでしょ。知ってんだから私。手羽先センセーションがとか言ってるけど、みんな口では実はクピポが一番好きになったんでしょ。私は知ってるんだからね、そういうの。みんなの顔に書いてある。発表された時はなんかよくわからんのが来たなって思ったかもしれないけど、実際あのクピポさんと48の融合っていうのはなかなか私的にエモかった。だってね、ごめんけどこれからどんなアーティストさんが来るかはお楽しみなんですけど、あのそりゃまあ48一個呼んで、まあ今回だったらうち呼んで48呼んで、もうなんだろうな、フルッパーさんとか、なんだろう、あとなんだ、バンビさんとかもだけど呼んどけばそりゃ人が集まるよ、当たり前じゃん。だけどそれだったらさ他のフェスと変わんないでしょ。だからちょっとね、福フェスらしさも出しつつ、でも結局私王道が好きなとこはあるから、ちゃんとみんなの好きなとこも抑えつつ、でもねスケジュールの問題でね出ていただけなかった方々とかもいるからね、早く第3回がやりたいんだ。実は今日もう半月分決まっててめっちゃ楽しみにしてたところがちょっとスケジュール的にダメになっちゃったところもあってね、早く第3回でぜひってなったんだけど、みんなをアイドルの沼に引きずり込みたい。まあ、推しは福田あかりちゃんじゃないと困りますけど、推しは福田あかりちゃんじゃないと困りますけど、
アイドル楽しいなって。思ってもらえるようなラインナップにしたいですね。面白いでしょ。その方が。こんばんは。お風呂上がりなのにめっちゃメイクしてる、偉い。他の独占会行ってしまう。福フェスの日だけは許すけど。でもね、私ね、福フェスの後にみんなが手羽先に流れるだろうなってのは分かってたから、まあ別にいいんだけど、よくないけど、まあ、手羽はいいよ、めちゃめちゃだから。だけど意外とペイリンズに結構行ってる。みんな48のファンの方とさ、あのロックのミュージックがどう交わり合うかなって。手羽とかハローユースみたいな分かりやすい感じのはさ、まあまあみんなも乗れるからだけど、手羽じゃペイリンズみたいな感じで難しかったと思うのね。だけどさ、意外とペイリンズあれから行ってますって人いるから嬉しい。メンバーからも、そう、バレてるよ。だって私福祉出てる子たち大体友達だからね。よろしくその辺その辺よろしく。昨日葵ちゃんともなんか ST のファン結構行ってるでしょ、そら行ってる行ってるって言って、あの人とかあの人とかって言って、え、あの人わかるかなみたいな感じで結構喋ったみんな言ってんじゃん、私が知らんかった人もって言っとった。ちょっとウケたけどでも嬉しい、同じアイドルを好きになってくれて。そう、面白い。でもさ、そうやってアイドル文化を盛り上げるっていうのが私の目標だから、あの福田推しからは揺らいでほしくないけど、アイドルは楽しんでほしいって感じです。まあ、言うて私も人にこう何々アイドルの何々ちゃんいいよとか言って自分のファンがいなくなってもいいぐらい余裕があるアイドルではないのでいなくなられては困るんですけど、矛盾してるよね。だから現役アイドルでフェスやるってさ、結構リスキーだと思うんだ。そういう意味では自分のファンがメインで来てくれるけど、自分のファンが推しと同じ感性じゃん大体で、私がいいと思ったアイドルが全員来るじゃないですか。だから推しと同じ感性だから、自分のファンがそれ気に入るわけですよ、誰かしらは。そうっていう危険はあるけど、それを鑑みた上でもやっぱりフェスを開催するっていうのはすごく楽しいなって思うから、そのリスクはあるし、どっちかというと自分にとってはそんな得はないけど、やってる。本当にアイドルが好きだからっていうオタク魂でやってます。そう、だからみんな楽しんではほしいけど、あかりちゃんからの浮気しちゃダメだぞ、ダメだぞ可愛い顔で言えない、こういうの。
服フェスだから行くんで嬉しい。そうだね、頑張ります。え、マジうどんぶりのデザインどうしよう。前のデザインが良すぎたんだよな、さすがに。そう思わぬか。前のバージョンも変える。前回の事前通販がちょっと間に合うから今ギリギリになってきてるんですけど、事前通販がもしできればそこでボリューム1、含めじゃない、うどんぶりボリューム1を販売しようかなと思ってます。でやっぱ現地に来た人のこう来てよかった要素にもしたいから、うどんぶりをだボリューム2は現地販売にしようと思います。それで、この前グッズを何個作るか、前回うどんぶりも T シャツも秒で売り切れちゃって全然足りなかったんですよ。ありがたいことなんですけど、なので数の相談をこの前ミーティングでしてて、前回の6倍の数だから、まあ数百個ですよね作ることになったので、皆さん責任、私めっちゃ言っちゃったの、ショールームで相当盛り上がったんでみんな買ってくれると思いますって言っちゃったから、めっちゃ盛り上がって、会議もなんかうどんぶりってすごいじゃんって、再販2回してて両方完売してるでしょ、すごいじゃんってなっちゃったから、責任取って本当買いに来てね、あんま間の口から買いに来てねとか言っちゃダメかもしれないけど、うどんぶり責任取ってマジでゲットしてください。結構持っていっちゃうんで、はい、今回はまあ在庫が余りたくないっていう気持ちじゃなくて、欲しいと思った人全員に行き届いてほしい、欲しいと思ってる人全員に行き届いてほしいっていう気持ちで持っていくので、よろしくお願いします。で今回分かったと思うんだけど、みんなが私にこう配信とかお話し会とかで言ってくれてることって結構私実現しに行くから、まあ、グループに関わることはさ私の力じゃ無理だけど、この自分のことだったら結構実現しに行けちゃうから、実現できなくても相談だけでもしに行けるから、みんな結構重要人物、副別プロデューサーのアドバイザーみたいな感じです。どんぶり勘定したらうまいこと言わんでええねん。うまいこと言わんでええねん。なので皆さん責任持ってね、お願いしますね。だからカメコタイムも、今回のクリスマスコンサートどの曲でカメコタイムあるかはもちろん言えませんけど、ちゃんとみんなカメコの皆さんが顔が暗い顔に光が当たんないってめっちゃ言ってたからめっちゃ顔綺麗にやる光でって、全体コンサートの方は私は口出しできませんけど、勝手四国観光大使メンバーにそういう風にしていいって、いいっていうかね、そういう風にするよって言って、四国のカメラはめっちゃ顔綺麗に映るようにしてもらってるんで、
メンバーの漏れてる顔をいっぱい撮ってください。お楽しみに。どの曲でカメコになるかは分かりませんけども、ちゃんと照明やってもらうようにオーダーはしましたんで、よろしくカメコさん。四国だけっていうか全体的にそうだと思うんですけど、私の力ではね、そんなのはできないからね。そうだけど、だって他のユニットがさ、どの曲でカメコやるか知らないし、私だってノーウェーマンとかするときに照明明るかったら嫌じゃない。ノーウェーマンとか例えばするってなったら絶対さ、バチバチ照明の方がいいじゃん。だから他のチームにはちょっとわからないけど、そう、とりあえず全員曲、全員体の方もまたちょっとわかんないけど、そうなんですよ。よろしくお願いします。 ST 以外でもカメコ撮らせる気がない照明が話題になってた。やっぱそうなんだ。でもさ、カメラやらないから私たちそういうの本当にわからないんだよね。私それに寄り添いすぎてコンサートの質が落ちるのも嫌だから、全てを聞けるわけでもないし、難しいところ。でもさ、顔きれいに写してくださいぐらいは言えるからさ。猫の日など猫グッズ考えてますか？あ、でも猫要素はちょっと入れようかなって思ってます。何かしらに、グッズに。イコラボノイミーがやっぱりすごい。あ、そうなんだ。でもノイミーさんのライブを見に行ったけど、この前。でもさ、私やっぱ照明さんじゃないから照明とかはよくわからなかったんだよね。なんか、やっぱ金子さんにしかわからない何かがあるよね。本当にわからなくて難しかったな。しかもノイミーことが好きすぎて、なんかちゃんと勉強しに行ったつもりなんだけど、普通にオタクとしてなんかマジ顔しか見てなかったから、メンバーのすいませんね。カメコね。でもね、カメコじゃないファンの方もさ、結構カメコあった日はさ、カメコの写真とか回ってくるでしょ。でもそれでおしまいの写真多いとやっぱ嬉しいじゃん。だからさ、どうせならどうせカメコタイムあるなら綺麗な写真増えた方がメンバーも嬉しいし、 SNS も活発になるし、あのイコラブちゃんみたいにバズるかもしれないし。最善でカメコ席ってあったの？やば。え、でも私ね、ファンクラブでカメコタイムあったの。でもね、ファンクラブってもう一番前の人がここにいたら私ここにいるぐらいの距離だったの、1メートルぐらいだから近すぎて逆に全然何取れてなかった。みんななんかもう近すぎると逆に難しいんだね。私それをこの前ね初めて知ったんだよ。やっぱ多少距離がないとねダメみたいってファンクラブの後に言われた。逆に近すぎると取れんって。だから難しい。どれぐらいの距離がいいんですかね。そう、望遠レンズつけてるのか。顔のアップしか取れない。あら、なるほどね。そう、え、そうなの。あと近すぎるとさ、こっから撮られるからさ、なんか綺麗な顔に撮れない。やっぱ撮るんだったら正面からこう綺麗に撮ってほしいから。え、今日も可愛い。今日も可愛くない？ねえ。めっちゃ気持ち悪い笑い方、笑い方しちゃった。ええとか言って。
どうなんだろう、やっぱイコノイさんに学んだ方がいいのかな。ショールームでは元気です、ありがとうございます。確かにショールームしてる時が一番元気かも。基本元気ないから私普段、あの体力がなくて。そう、握手会も元気、確かに確かに。あ、公演も元気。ユミリン卒コンの亀岡席しんどかったわ。あれ行かんかったね。あの花道もすごい上にあるしさ、あれ、しかも花道の端っこに来てもらったらもらったで、結構亀子近すぎたしね。あれ難しそうだったわ。なんか夏ツアーはさ、やっぱ照明がね、あれだ、なんか結局ね、私はね、5周年コンサートぐらいの距離感が一番いいんだと思うんだ。どう？5周年コン来た人、亀子席で。あの、最初のグリーンアリーナ。5周年コンサートの時の亀子さんが結構一番取りやすそうだった。どうですかね。で、メンバーも使ってる人、写真の人が多かった気がする。最近の亀子さんのやつ、メンバーあんま使ってないよね、多分。ユビニー卒コンの時のやつもさ、多分そんなに5周年コンサートの時ほど使われてない気がするんだよね。多分あれは多分みんな下から捉えてね、ちょっとスカートの中のこうフリフリパンツが見えちゃったりさ、あと下から捉えられたらこうなることでさ、やっぱそういうのが多分多かったから、多分女子的にちょっとねキャッてなっちゃう写真も多くて、正直それもあったと思うんだよね、せっかく撮っていただいたのに。でもみんなちゃんと保存はしてると思うけど。難しいよね。そう、めっちゃドアップになってた、それな。難しいよね。去年のクリスマスもまあまあ良かった気がするんだけど、どうですか？どうなんだろう。いやー、カメラやってる人が多分いないから、そういうのが分かる人があんまいないんだと思うわ。そう、あとね、めっちゃメンバーが多いライブとかだとね、 PR 舞台の時のは使いやすかったんですよ。なんでかっていうと、背景にちょっとこういう顔になっちゃったメンバーが映らないから。けどさ、多いコンサートの時って自分の顔が綺麗に撮れててもさ、後ろに映り込んでるメンバーがピンボケするとしても、ちょっとさ、なんかちょっと半目になってたりしたらさ、なんか私は使いたくないのね、あんまり。私が逆に使われたら嫌だから、そういうの。だからめっちゃいい写真でも、かといってさ、消すのもおかしいじゃん、メンバーのことを。なんか私はメンバーをわざわざ消すっていうのもなんか悪いなって思うし、めっちゃぼかして見るけども、やっぱちょっと誰か分かるようなレベルだったらあんま使いたくないかもしれないっていうのはあるけど、みんな全力で歌ってるからさ、それはずっと可愛い顔で歌えないよ、こうなる時があるからさ、難しいよね。でもそのメンバーの全力の顔が映ってるっていうのもやっぱライブ写真のいいとこだよね。私は結構好きだけど、やっぱみんなのツイッターのこのキメキメ自撮りとはさ、違う可愛さがあるじゃないですか。それがね、私亀子さんのすごいいいとこだなって思いますよ。可愛いよね、全力で歌ってるの。こんばんは。SKE はかなり撮りやすい。 SKE さんの亀子確かにめっちゃ漏れてる、いつもみんな可愛い。撮影可能タイムが長ければ引きの写真も撮れる。引きの写真とか結構私好き、ストーリーの背景に使えるから。エモ系のね、意外と後ろ姿とかもなんか好きなんだよね。
撮影可能タイム短いか、撮影可能タイムって長い方がいいんですか。でも撮影可能タイムってね、亀岡崎の人がこうしてるからさ、そのなんか見てもらえないからパフォーマンスを、だから短くしてるのかな。だって最後の曲とかで絶対壁コンにしたくないもん。最後の曲は会場全員で盛り上がりたいしみたいなとかあるからにしても短いってことか。亀子タイム長すぎると重くて疲れちゃいます。ああなるほどね、腕が持たない。重たいのか。なるほど、いろんな意見があるね。私は何、カメラやらないし、あのカメコタイムを決める人でもないから、ちょっと何も権限はないんですけど、そういう意見があったんだなってことは頭に入れときます。すいません、何の力にもなれなくて、そうなんだっていうことしかできないけど、すいませんね。こんばんは。おつでもとりあえずちょっと照明問題だけはね、なんとかしようかなと。席はもう売っちゃってるから帰れないから、そう、カメラに集中すると歌が入ってこない時があります。え、そうでしょ、そうそうなんだよね。こんばんは。福ちゃんに話すとちゃんと理由があって納得できる。あ、嬉しい、それ嬉しい、そう言ってもらえると。もちろん全ての事情をさ言えるわけじゃないけどね、なんか何でも頭こなしにこう悪く捉えてほしくなくて、全てのことを。何でも理由があるじゃん、みんなの人生にだってそうでしょ。何でも理由があるから、何でも言えるわけじゃないけど、私もなんか、そんなに何でもかんでも否定的に言う人もいるけど、そんな言うって思う時もあるしね。だから私が言える範囲のことはちゃんと説明したいなと思ってます。私も副キャプテンっていう立場、みちゅともよく言ってるんだけど、メンバーの気持ちもわかるし、でも副キャプテンっていう気持ちで絶対 STU のことを悪く言いたくないんですよ。悪くも思ってないしっていう気持ちので、でもファンの人が言ってるその不満もわかる、でメンバーの不満もわかるってい こう板挟みになる時もあります、結構。でもその中でやっぱ自分たちに何ができるかっていうのは常に考えていきたいし、やっぱ一番はメンバーが笑顔でいることなので、メンバーが笑顔でいたらファンの人も笑顔になってくれると思ってるから。私はだって推しの笑顔が見たくてみんな応援してるでしょ。だからそれだけは絶対忘れないようにしてるつもりです。メンバーの笑顔は大事けど、やっぱ人数が多いだけにさ、全員が報われるかって言われたらそうじゃないって今までの歴代の先輩方もずっと言ってきたじゃないですか。やっぱそれって
まあ、大人数が多いからこその得られるメリットもあるし、やっぱそれだからこその悩みもあるから。でも人数が少ないグループ、まあ、グループでやっぱその悩みもあると思うしさ、難しいよねアイドルって。なんかよく他のアイドルさんと喋って驚かれるのは、同じ曲でも毎回違うとこ歌ったりするじゃん、6人バージョンだったら。 PR 舞台だったらこの曲はここのポジションだけど、四国だったらここのポジションだとかあるじゃないですか、同じ曲でも。そういうのがあるから。でも他のグループさんは自分の歌割りはもう自分しか絶対歌わないし、5人グループだったら5人揃わないとライブもできないんですよ。けどうちは46人中6人いればライブができるからみたいなね、そういうのもあるし。でも私がいつも思うのは、例えばティフに STU48 出演って出てもなんかまだ喜べないぞみたいなまだ喜べない。でティフに手羽先先生の出演だったらさ、もうやったー嬉しい私出れるんだ、だけど私が手羽先だったらね。でもティフに STU48 出演って書いてても、あ、 STU 出演はすごく嬉しいしありがたいな、でも私出れるのかな、ファンの人だったら。ティフ撮りたいけど推し出るか分かんないな、ってかそれがあるのも大人数グループのあれですね、ちょっと悩みというか難しいところですよね。そう、でも大人数だからできるパフォーマンスもあるしさ、やっぱアイドルは奥が深いわ。にゃ、今日はもつ鍋をしようと思っているんだ。もつ鍋ってさ、ちゃんぽんがいるけどさ、なんか私が行った今日お店にスーパーにちゃんぽん置いてなくて、焼きそば買ったんだけど、焼きそばでもちゃんぽんみたいになる？焼きそばと中華麺っていうのかな、ちゃんぽんって何が違うんだろう。もつ鍋に麺入れるの？入れるよ、締めは麺でしょ。まあ大丈夫だよね、味オンチだし。黄色いから大丈夫、黄色いから。黄色さなんだ、おもろ。ふう、なんかゆうきちゃんの話したからスパガのライブ行きたくなった。絶好調天気予報、集合ニュービキニ、男子銀星のビーチパーティー、フォー、太陽はささん、そうだ株の実。
あ、サリ麺いいね。あ、サリ麺にする？サリ麺。待って、もつ鍋の締めの麺って検索しよう。もつ鍋締め麺。やっぱちゃんぽんって書いてある。ラーメン。え、雑炊チーズだって。雑炊チーズ美味しそう。あ、もつ鍋スープでサリ麺。わあ、サリ麺にしようかな。鍋用のもちもち麺があるんですよ。あ、あの、久々にユミリンさん、あ、やばい、部屋が映った。ユミリンさん、ユミリン、あかりん、太陽のスリッパどこ、そうだ、タブーの目、ウェディングで超想像しちゃう、ちょっぴり窮屈になった水着きっと成長期のせい気にしない踊ろう。今様ノリノリもっとお日様絶好調。もうあのサリメン、サリメンモード採用されて嬉しいです。明日のお昼の朝か、朝昼夕方、明日のおやつのちゃんぽんにもしたいから、でかい鍋で作っちゃおう。多分ね、今日麺入れてね残ると思うんだよ。で、わざわざ親に電話して、うちのもつ鍋のスープってなんだっけって電話して聞いたら、これ大正の醤油味でした。これを沸騰させまーす。サリ麺って何？韓国の、全然辛くない。韓国の鍋用の麺。これを沸騰させて、もつを加えて、あ、野菜切ってない。野菜切らなきゃ。テロップ出そう。もつ鍋。めっちゃいい香りする。あ、これ旗。あなたのテーマを掲げるページです。え、ライバーテーマなんだこれ。もつ全部使うの、あ、危ういかしら。え、もやし。キャベツ、もつ、ニラ、しめじも一応買ってみた。舞茸売り切れてたもん。信じられないでしょ。もつの味噌焼きとかもしたいけどね、いつか。正気のせい気にしないだろう。夜ご飯作るの？そうだよ。結構お腹空いてる今。このもつ、鷹の爪入ってる。最高。あ、あ、これ違うわ。
ユミリンとモツパやってほしい。ユミリン何してるんだろうね。なんかメンバーが卒業するとさ、急に何してるか分かんなくなってさ、すごい寂しいんだけど。なんか今まで当たり前のようにさ一緒にいたからさ、不思議。ちゃんとご飯食べてるかな、お母さんみたいな心配しちゃう。とりあえずキャベツを切ったらいいよね。カホタルとは確かに毎日 LINE してる。ユミリンとも LINE したよ。何で LINE したかって言ったら、もう毎日くだらないことなんですけど、でも福別は多分ね来てくれるっぽいんだよね今んとこ。でもやっぱイメリーも芸能やってるからさ、いきなりお仕事とか入るだろうから全然無理しなくていいよとは言ってるんだけどね。写真集のイベント、カホタルと LINE するときはね、大体ね、最近はね、カホタル今どこ、日本から始まりますね。そう、日本じゃないことも多い。カホちゃんめっちゃ海外行ってるよね、すごいな。なんかサンタさんのフィンランドか、そうそうフィンランド行ってて、なんかさ韓国とかアメリカとかならね、なんかまだあ行ってるんだみたいな感じなんだけど、フィンランドみたいな、どういうきっかけなんやろフィンランドって。旅費もさ普通に数十万とかしそうじゃない。めちゃめちゃ飛んでてやばかった、それな、マジですごい。でもやっぱ若い時に旅行しろって言うからね、賢いお金の使い方なのかもしれない。千穂ちゃん映画出演する、あそうなの、めでたいね。舞台挨拶とかあるのか、うん、でフィンランドガチ外国って感じするよね。なんかアジアはまだねあれだけど、フィンランドって言われるとどこだってなる。キャベツ洗った方がいいか。私もさ海外とか行ってみたいけどさ、まだアジアならねあれだけどさ、ガチ海外はちょっと今んとこ勇気ないな。なんか学校の希望者だけ行く海外研修で、中学校の時にオーストラリアに行ったことがあるんですけど、学校の海外研修だとさなんか守られてるじゃないですか。何かあったら学校の人が、学校の先生とか学校のそのツアー組んでるとことかがさ助けてくれるじゃないですか、何かしらで。だからなんかまだ安心感があったんですけど、多分もう自己責任の世界じゃないですか、もう自分で海外旅行行くってなったら。それがすごいなって思う。
コアラ抱っこしたね。あの時が一番デブだったから。私人生で太ったことないってよく言ってるんですけど、いや中3の時はデブだったな。あのね、オーストラリアのあのビレバンとかに売ってるティムタムみたいな、ティムみたいな、なんだっけ、ティムタムみたいな、ない、チョコレート菓子、ティムタム、なんだっけ、ティムトム、なんかそういうのあるよね。あれにハマってめっちゃ食べてたんですよ、ティムタムを。めっちゃデブった。あ、やばい、マジで気をつけて。食べた、オーストラリアで。いや、マジ、あれ本当に、あれ本当に気をつけて、本当に太るから。ニラも洗うのかな。この罰ゲームでいいなよ、できてそう。ニラ大好き。なんか明日の分まで作ってるからっていう言い訳でめっちゃ大量に作ってるけど大丈夫か。海外に行って何か変わったか。全然変わんない、やばいかも。自分は結構変わった。私ね、あんま覚えてないんだよな。私もなんか海外行って人生変わったとか言いたいわ。インド行けば人生変わる。インドには何が、どこ行きたいかな。ルーブル美術館行きたいな。このクロレラリンゴジュース、じゃん。沖縄人生変わりそう。沖縄に住みたい。うん、沖縄のお土産ここにある。みちゅにあげようとしてたやつ、
1月17日までだ、まあ、ギリ間に合う。渡さなきゃ。みちゅにチェンスコを買ってきてって言われて、あの商品名指定で渡すの忘れてた。1ヶ月ぐらい前だ。待って、松鍋めっちゃうまそう。かかったお金は考えません。一旦ウチナータイム。あ、沖縄。え、私1分でも遅刻されるとブチギレるタイプだけど、ブチギレるっていうかもう二度と誘わないってなるタイプ。絶対無理じゃん、沖縄住めないじゃん。終わった。人の時間を奪う人が一番嫌だからね。え、もつ高かった。びっくりした。1分でも過ぎたら行きたいとこに移動する。確かにぶち切れないけど、まあ、連絡してくれればいいよ。だって10分遅れますって言ってくれたら10分待ってるけどね。みんな集合時間に起きる？あ、でもそれ分かったらいいじゃん。自分も集合時間に起きればいいから。置いていく。でも私はそのマインドで生きてるから、人のこと言えないってなりたくないから、自分に厳しい なったかも、時間に関しては。そう、でも最近緩くしてる。あんまカツカツしてもしょうがない。え、香川県民せっかちだよね。わかるわかる。うどん時間があるの？時計早める？え、あるかもそれ。え、めっちゃ美味しそう。見て見て。じゃん。プリプリのもつ。いいんじゃない？よし、混ぜます。うわー、うまそう。具材はもやし、キャベツ、もつ、ニラ、ニンニクチューブ、しめじ少々です。対戦よろしくお願いします。福ちゃんです、よろしくお願いします。揚げ。最高です。キャベツ足りない？嘘。4分の1玉ほぼ全部入れたけどね。もやしでかさ増ししてます。2日分にするため。もう食べれる？確かにキャベツでも1人前だからな。私これ今3人前ぐらい作ってるな。うわー、ラーメン入れたい。
買わなきゃ。これがサリ麺。いただきます。それも売ってるんだ、サリ麺。カルディに売ってる。カルディ、たまに普通のスーパーにも置いてるけど、ね、あ、もつ煮えてる煮えてる。よし、あかりの写真集出る。出したい。グラビアとかに興味出てきたから。いただきます。あと写真集を出したい理由は、ゆみりの写真集のあんこちゃんを見て、なんかこんなに自分のペットを世に売り出すことでできるんだと思って、ニャンスケと撮りたいんだよな。ニャンスケと思い出の写真を撮りたいっていうのもある。いただきます。うん、おいしい。ニラマジで美味しい。ニラ最高人生。どうぞ。ニラって本当美味しい。美味しそうやろ。ちゃん、ミラパありがとう。モツをあげよう。うまっ。今日モツ鍋思いついちゃって、モツ探したのずっとスーパーで。でもさ、豚肉なのか鶏肉なのか分かんなかったんだよね。セブン、靴下ありがとう。牛肉のコーナーにあってびっくりした。ハトレか、ハブレ。ハトレだけど可愛いからいいね。大体全部牛。牛ホルモンっていうもんね。豚の白もつとかある。へえ。なんで牛外すん？で、牛っていう発想がなかったんよ。スーパーで豚肉しか買わないからさ。牛はね、ファンの皆さんにリンベルでいただくものっていう贅沢な女になっちゃったから、本当に申し訳ない。スーパーで買う牛じゃなくて、牛食べたくなったらファンの人のやつを頼む。この3年間ぐらい暮らしてるんですよ。すいません。
でも俺たちのおごり以外で牛食べてないって考えたらエモくない？どう？焼肉とかもあんま食べ行かないし、やっぱ牛肉は高いからみんなにおごってもらわないと。ファンの人のおごりじゃないと牛肉は食べたくありませんって言うとちょっとアイドル感ないですか？え、キャベツやばい、鍋にキャベツやばい、おめでとうって思う。まっ、うーんって噛みしめてる。ステーキとか長らく食べてない。モスラムの出汁は醤油風味。サリメ入れとこう。こちらサリメです。私も今から生誕祭の T シャツのデザインと生誕祭のスピーチの心配してるもんね。やっぱ1年に一度のさ、同窓会って言ったらちょっと意味変わってきちゃうかもしれないけど、まあ言い方、分かりやすい言い方したら同窓会、自分のことを推してくれてるファンの方が普段あんま公演とか来れない方も、まあ年に1回行くなら推しの生誕に来ようかなみたいな感じで、こうちょっと無理して来てくださる日だから。でも生誕ってさ、いっぱいあるからさ、周りの人からしたらそんな大したことないかもしれないけど、やっぱ自分にとっては一大イベントなんですよ。だからもう今から心配してる。やっぱスピーチでさ、やっぱその時に目標とか言ったり感謝を伝えたり、なんかいろいろ一年で唯一自分の話を聞いてもらえる場所、みんなに。だから公にね、こう大切にしたいなと思うがあまり今から心配してるっていう心配性すぎるやつ。ハリンゴ、うん、ハートありがとう。だからなんかちゃんと決めとかないとね、今から。やばい、みんな2月に有給取ってさ、3月末まで6週、7周年コンサートので有給使って、そのまた同じ週にもう一回広島に来ることになると思うんだけど、大丈夫そう？やめようね、去年みたいな鬼スケジュールは。もう言っとくね、さすがにやめてあげてって。去年の生誕ね、6周年コンサートで遠征させて4日後だったから、マジで本当にかわいそうだったからちょっと今回はね、2週間は話してもらうようにしないとね。もう生誕ってさ、自分も発表されるまで知らないんだよ、いつやるのか。だからびっくりした。
考えなかった。本当？だからリコチとこの前喋ってたの。花だれ昼夜公演があって、昼にリコチの生誕で夜に私の生誕かなみたいな。やっぱ6人だからその分ね、推しメンを追いやすいよね。3月の誕生日の方結構多い。矯正したことある人は分かると思うんですけど、ニラがこうついてる。だから取った。いつになっても強い気持ちで休みを勝ち取ります。応援しています。ニラばっか優先して救ってたからニラがめっちゃ減っちゃった。楽しみやな。作りたい、作ってもらいたい。作ってもらいたい。自分のために料理してると思ってる。これショールームで褒めてもらえるから料理してます、正直。はい。だからショールームで褒めてもらえないので料理したくない。根本的に片付けできないところからも分かると思うけど、家事って嫌いなんですよ。だからなるべくね、実家暮らししたいですね。うわ、サリ麺うまそう。いや、マジで実家暮らししたい。猫いるから。みやんすけさん、サンタ来るんやろうな。いい子すぎてこそってくるんやろうな、世界中のサンタが。うちの家めっちゃ混雑するかも。
ね、その可能性あるよね。いただきます。うん、うまっ。合うわ。明日元旦公演の当落、ドキドキ。来年の運命決まる。言い過ぎ言い過ぎ。簡単、楽しみ。アイスラビュー。あ、今日アイス買ったよ。雪見大福、雪見大福。うまっ。キャベツやば。大福味。サリ麺すき焼きに合うかな。すき焼きはうどんでしょ。でもこのね、何々はこれでしょっていう常識を捨てていくことも大事だよね。チョコだと雪じゃない。確かに周りも白くないのかな、チョコのやつ。チョコ味はお餅もチョコ色。そうなの。じゃあもう雪要素ないね。チョコミ大福。土ダメなんだから。土じゃないんだから。もともと雪じゃない、雪見だから。うわー、なんかわーってなった、それ。わりかし関東の雪がチョコっぽい。あ、聞きたくないかも。なんかマジで、メンバーとか友達と普通に遊んだ帰りとか仕事終わりとかにもつ鍋屋に来て、なんかこんな感じで喋ってるみたい。やばい、リラックスだ。言えすぎない。こんばんは。
しい。してないです。すいません。不満の。ゴミ捨てなきゃ。ないことはない。ちょっとは偉い。うわあ。ごちそうさまでした。ありがとう、見守ってくれて。いつも一緒にご飯食べてくれるから嬉しいよ。すぐ片付けるのがイケてる？イケてる？嬉しい。イケてるっていいね。双剣美茶好きすぎてやばい。赤リンゴね。双剣美茶ってさ、昔よく飲んでたけど最近飲んでないなって人います？私だったんですけど、それ熱っ。あのね、久々にね、キンキンの双剣美茶は飲んでみ。マジでうまいから。この甘さ、なんか若干甘いこの麦茶の感じ、本当にうまい。ドリンクバーでしか飲まない。逆にドリンクバーでなんで双剣美茶飲むん？ドリンクバーはメロンソーダやろ。え、地域性。なんかだいたいお家でお水買う時ってもう一本何十円になるか計算してさ、一番安い水買うでしょ。まあクリスタルガイザーとか買うでしょ。私一本あたりの値段がそんなに 割安じゃなくても双剣美茶を箱買いしたいなと思ってる。それぐらい大好き。クリスタルガイザーってなんであんな安いの？一時期ずっとクリスタルガイザーにお世話になってた。さっきからなんかドリンクバーは混ぜるっていう意見が見受けられてますけど、ドリンクバーは混ぜません。混ぜたことないです。
今日は寒いですね。ガチ寒い。16時半でてててて16ちゃ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 16ちゃ。ドリンクバーでスペシャルドリンク美味しいよ。スペシャルドリンクか。ぬじチョコ好評出てます。嬉しい。ぬじチョコ食べたくなってきた。最近お菓子買わないようにしてるから何もないお菓子が。星野コーヒーのメロンソーダ美味しいよ。星野コーヒーってさ、行ってみたいんだけどさ、ちょっと敷居が高くて、私的になんか照明暗くてさ、ちょっとなんかなんていうの、茶色い革靴、茶色くて先のとんがった革靴履いてるおじさんが似合いそうな感じじゃん。わかる？で、ダブルスーツで。だからなんか入りづらくてさ。星野コーヒー行ってみたい。なんか敷居が高いイメージ。え、若い子でもいけるの？いける？気軽にいける？ほんと？怖いんだが。行ってみよう。おじさまはルノワール？ルノワール大好き。入ってみよう。パンケーキとクリームソーダね。え！パンケーキ990円、クリームソーダ650円として。いや、650円じゃダメだそう。700円として2000円は握りしめていった方がいいね。2000円握りしめていくわ。星のコーヒー、星のコーヒー、あ敷居が高いイコール相手に不義理なのがあって生きにくいという意味を。そうなん、あれだね、間違って使われてる日本語だね。日本語あるあるだね。スタバより入りやすい。スタバね、混んでるからね。語用が多用されて定着していく事例、それだそれだ。設計ミスで入り口が高いこと。あー、私広辞苑作ったらそれ書いとくね。タリーズ大好き。タリーズはなんかそのちょっと甘いもの飲みたい時に行く。こんばんは。星のコーヒーって店の中見えないから怖い。え、そうなのよ。
でもさ、やっぱカフェ好きとしては、カフェ好きというか喫茶店好きとしては行きたいんだよな。モーニングセットバリやすいやん、星のコーヒー店。あ、いいコメントだね、なんかわかんないけど。モーニングセットバリやすいやん、星のコーヒー店。友達じゃん。え、友達なんかちょっとおもろい。だから全部のバランスが、全部が噛み合ってるのか噛み合ってないのかわかんない、その全ての言葉がすごいな。あ、役不足もね、確かに。ちょっと間違って使われがち。裏路地のバーみたいな感じかな。え、わかんないわかんない。もっとわかんなくなっちゃった。わかんない。むずいむずい。福田不足？でも STU のファンの方って、あ、誰よりも供給されてると思うけど、メンバーから。どう？どう？ STU のファンの方ってさ、他のどのグループよりも供給されてない？毎日推しを。配信とかメールとかで。どう？それでも福田不足だなんて、あれ、よっぽど福田型ウイルスにやられてるんだから。いつもありがとう。供給過多になってない？大丈夫？不足してません。せめてない。おい。劇場公演がないから。え、劇場欲しい！マジで。なんか劇場があったらさ、もっと毎日のように公演できるよね。平日、休日とかも。え、でも地方だから人入んないのかな？大阪、東京、名古屋、東名阪っていうね。は、平日イベントでも、まあ、劇場のその200人とかだったら入ってるイメージなんだけど。博多、新潟、どうですか？東名阪じゃない。私的には、博多、おととい、昨日か、行ったけど、すっごい人多くって、もう大都会すぎてびっくりしたんだけど、でもやっぱちょっと劇場この前、去年か行かせていただいたけど、ちょっと街から遠いよね。あの、ペイペイドーム、あの辺なんて言うんですかね。ペイペイドームのとこじゃないですか。だから、平日とかって、お仕事終わった後に急いで来ても間に合わない人が多かったりするのかな。HKT さんとか NGT さんって平日の公演やってますか？結構。新潟は当日券があるレベル。え、劇場で？え、めっちゃいいじゃん。入りたい。広島の田舎じゃ人が入らないよ。広島はね、香川県民的には都会なんだけど、やっぱ平日公演はしんどいなとは思う。正直。都会なんだけどね。そっか。え、HKT さんは平日も公演やってる。それは、あれですか、落選とかするんですか？しそうだな。HKT さんの公演めっちゃ、なんかちゃんとしてるもんね、宣伝とかも。東名阪以外の平日のエンタメ状況があんまりわかんなくて。劇場欲しい。なんか STU さ、公演少ないから、なんか私的には AKB48 グループに憧れて入ってきたから、だからもっと毎日のように色々あると思ってたから、
そうそうそう、だから陸上公演の時に5日連続で徳島、5日連続で香川、5日連続でなんかどこみたいな感じでやってた感じが、あれがずっと続くと思ってたから、なんか今のちょっとこの公演が少ない状況は自分的にはねちょっと物足りなさはあるんですけど、そう、そうなのよ。しかもね30人でね1個の公演しかないから、普通はチーム S 公演、チーム K2 公演、チーム E 公演みたいなあるじゃないですか。ね、課外活動も月1回しかないし、なんかもっとねできたらいいなと思うけど、僕隊がね始まってくれたからちょっとバリエーションがねできた感じはするんですけど、それでも30人で1公演しか回せてないっていう状況は変わんないからね、ちょっと陸上公演ばりにやりたいですね。でもな、平日やっぱ広島お客さん入りたいのかな。クワトロもだって、クワトロもまあ言うたら大体当日券出てあってるじゃないですか。課外活動って意外と12人とか出てるから、そんなメンバーが少ないわけでもないし、研究生いた時とか全部で16人いたから16人公演と変わらない人数だったし、半分以上選抜メンバーとか全然出てるからっていうのもあると思うし、全然何私たちのね頑張りが足りないかもしれないんですけど、やっぱ平日っていうのは透明班に比べたら難しいところではあるのかなって思うんですけど、どうなんですかね。席が決まってないからそれも楽しみ。劇場公演？あ、そうなんだ。へえ。やっぱでもここの会場空いてますか？お借りしていいですか？こういうスタッフの人数とこういうメンバーの人数とこういう入り時間と出の時間で行きますよ、何円で借りさせてもらいますねっていう やりとりが多分毎日の分はできないんだと思うよ。そう、でも自分の劇場があったらさ、スタッフとメンバーさえ揃えばできるじゃん。公演が箱はあるわけだから、だからそれは羨ましいなと思います。やっぱ箱押さえって難しいんですよね。そう、広島以外の瀬戸内でもやってほしい。本当に花垂公園四国でやりたい。いい日は埋まっちゃうし、そうなの。だから福フェスも平日だけど来てくださいね、よそに比べてチケ代がバカ高い。ごめんなさい、でもそれは私はなんか理由とかは分かんないけど、それに見合う笑顔を届けれるように頑張ってるつもりです。それはちょっとメンバーは悪くないので責めないであげてください。
フェス香川でやるのかな。福フェスは第2回は東京です。行きます、ぜひぜひ。にゃんにゃんにゃんの日です、2月22日。会場代があるからね。そっか、自分の劇場だったらある程度の見込みがあるから。そっか、なるほど、そこもやっぱあるんだろうね。公演たくさんなんか回したいね、みんなで。私は陸上公演のあの5日連続公演みたいなやつがマジ楽しすぎてもう一回やりたいけど、研究生ちゃんああいうのやってほしい。マジあれでさ、なんかいろいろいろんなチャレンジをして、みんなでいろんな失敗をして、自分はこういうこう感じで行こうとかもなんかつかめてくるし、なんかね、あの期間で私は結構成長できたというか、自分なりにね、オーディション受けたら受かって、なんかわかんないけどなんかメイクしてもらって写真撮られて、なんかわかんないけど AKB の曲を歌ってアイドルをやってます、えへへみたいなやつから、ちゃんとエステアホテイと福田赤井ですって言えるようになったのは、やっぱ陸上公演ってめちゃめちゃ公演でやってたからだと思うんですよ。そうだから、ああいうのやってほしいな、絶対楽しい、メンバーと仲良くなるし。てか早く僕隊見に行きたい、なんかタイミング合わなくて見に行けないんだけど、全然研究生公演見に行きたいぜ。もつ鍋の締めはちゃんぽんで決まり。ちゃんぽん、公演をやればやるほど伸びる。でもお客さん入んないことにはどうしようもないからな、やればやるほど赤字になっちゃうし。ってなると今の回数がギリギリなのかもしれない。もっと私たちが努力しないといけない。頑張ります。太陽は何度も夢を見る。僕隊公演大好き。永遠にあの地平線から眩しい光はエネルギー、君は今僕の太陽。同じ公演演目だと飽きられる。そうなんですか。花垂れ、私あの STU の曲しかないオリジナル公演で、まあ、今はもう新規じゃないけど、ユニット曲も新しい STU の曲だったから、まあ、結構いい感じじゃないかなと思ってたんですけど、やっぱ2年はやりすぎですか。ちょっとわかんないね。お見送りで喋れるようになったのも最近だしさ、気づいたら2年ぐらい経ってたから、課外活動があるからまだ変わり映えはあるって感じ。どうなんですかね。でも花垂公演はあれだね、 STU のさいい曲がもうギュッと詰まってるから、 STU を
一回見れば STU のさ良さが結構大体わかるからいいと思うんだけど、やっぱ2年は長いよね。永遠にあの地平線から眩しい光はエネルギー、君は今僕の太陽。3ヶ月に1回新潟に来て、行きたい、行きたい新潟。僕体復活するんだからいいんじゃない。僕体復活で、僕体復活した、もうしたよいしょ。ユニットシャッフルで変化をつけた、確かに。私あれやりたい、もう一回夏好き。夏の好きは不用心、だんだんの蜃気楼、暑さにぼーっとなった、サーカークッサ、いつの間にか。あれ大好き、あの曲。衣装めっちゃ可愛いし。夏の好きはご用心。あれの緑が着たい。誰のやつだ、リンコ、リンコのやつだ、あれ着たい。あの緑のやつ可愛い。でもポニーテールをほどいた君を見たの衣装もね、あのチェックの制服っぽいやつめっちゃ好きなんだよね。かわいいよね。そう、なんか見慣れちゃったから、あんまり感動は、感動っていうか、あんまり思わないかもしれないけど、私、花は誰のものの、あの、ミリタリーの衣装、めっちゃ可愛いと思う。この前ね、公演の時に、なんか、久々に改めて衣装を見て、あ、こっちの袖が、こう、フリフリになって、なんか広がってて、で、ミリタリーで衣装を、ミリタリーでアイドルの衣装を作ってくださいって言った時に出る一番可愛い答えがこれだなと思ったの。めっちゃ良くない？花垂れの歌詞にも合ってるし、でも、なんか暗くなくて、ちゃんとアイドルの可愛さもあって、なんか、めっちゃいいと思って。あの衣装いい。ちゃんとミリタリーな感じがあるのに、こう、ちゃんと清楚な可愛さっていうのは忘れずに、めっちゃ良くない？あれ。あの衣装、なんかなんか最近いっぱい着てたからあんまり思わなくなってたけど、改めてめちゃめちゃいい衣装だなって思った。いいよね。花だれ。花だれってやっぱいいよね。花だれからの暗闇を初めて聞いた時は震えました。わかる、わかる、いいよね。なんか他にはない壮大な感じがするよね。めっちゃいい。プレゼントボックスありがとう。花だれ公演の出だしの楽曲群鳥肌もの、わかる。暗闇と
鼻だれ暗闇ってなってからの僕はこの海を眺めてるを16人にしたこと、そして僕はあの春夏秋冬っていうあのもうエモいし二期生ちゃんのこう大事な曲をお借りしてるって感じなんですけど、一緒に歌えることが嬉しいし、振り付けもいいよね、花だれの、 あの衣装に合ってて、わかる。もつ鍋待機、あん、もつ鍋もう終わっちゃった、ごめん。美味しかったです、とっても。あと私はね、一杯の水と瀬戸内の妹がランダムで来るんですけど、まあ一杯の水が結構8割ぐらいで、瀬戸内の妹は2公演の時はどっちかなるけど、まあ1公演の日はまあ8割方一杯の水なんですよね。そんな中瀬戸内の妹が来るとおーってなる。瀬戸内の妹こそ花垂れ公演でしか聞けないからね。あれは自分的に、あ、今日瀬戸内の妹なんだ、わーってなる。岬への坂道をどれだけ一緒に歩いたか、まだ幼い手を引いて遠ざかる夢を見た、大人になんかなりたくはないと化粧とかしら、久しぶりにちゃんと話したとき綺麗になっていた、瀬戸内の妹よ。瀬戸内の妹だけ謎にカラオケ配信入ってるんだよ多分。でもなんかみんなそんなに盛り上がらないだろうなと思って入れたことないかも。当時の妹って私結構好きなんだけど、ファンの人で当時の妹好きですって人あんま見たことない。私結構好きなんだけどね。入ってなかったっけな。人当時の声、ああるじゃん、ほら楽曲ダウンロード中、やっぱ一回も歌ってないかも。ダウンロード入った、あめっちゃいい。ちょっと出てもらっていい？岬への坂道をどれだけ一緒に歩いたか、まだ幼い手を引いて遠ざかる船を見た、大人になんかなりたくはないと化粧とかしなかったのに、久しぶりにちゃんと話したとき綺麗になっていた、瀬戸内の妹よ、幸せになるんだよ、そう声をかけただけで涙にじんでくる、今日の日の夕焼けをずっと忘れるな。これ実はこの瀬戸内の妹みたいな全部手話になってます、振り付けが。
ず道、こんなに星が見えるなんて、新しいその角で祝ってくれるのか、いつでも俺が備えていたのに、今はもうあいつが手を取る、どこに連れてってくれるのだろう、桟橋で見送った瀬戸内の花よ、こんな感じの曲なんですけど、結構マイナーなんでね、あのこれと青いレモンはなかなか聴けないですよ、公園で。ありがとうございます。パチパチパチ。もし家族増えたなら顔を見せに来い、きっといつの日か頑張ろう、明日も。アップの他向いていっている私。アップッ。やばい、結局今日もインスタ更新しなかった。ごめんなさい。
あ、待って、クリスマスもう来るよ。インスタ更新したいのに。ストーリーあげとこう、キュークルちゃんの。くちゃんのペースで大丈夫。あ、優しい。クリスマスカードを送りました。え、嬉しい。ありがとう。今年があと2週間だと。なんか去年もこんなこと言ってたよね。だから毎年言ってるんだろうな、死ぬまで。3週間かーい。にしてもですよね。スーパーガールズ。元スーパーガールズ。金沢。ゆうき。ちゃん。プロデュース。キュート&クールなアイドルちゃんです。不安だったなで、ステージに出た瞬間にさ、めちゃめちゃファンの方がいて、マジ泣いたよな。こんばんは。ハートありがとう。木曜日雪？やば。よし、ツイートした。
都会。はじめまして。はじめまして。うん、ストーリー載せた。口に塗りたい。あ、見て、なんかなくなってきてる。唇白くない？思った。みんな今日もおつ、頑張ったね。ゴロミ、ゴロミサンタさん来るらしい。今日電話したいんよ、ゴロミちゃんと。サンタ来るって言ってた。かわいい、ゴロミ。まあ、ゴロミクラスになると、サンタにプレゼントもらって、かつ、ナンパされる。かも、しれない。そんな感じです。ゴロミちゃん。めっちゃ寝よう今日。イヤホンを取らないのはもう一曲行くからだよね。ありがとう、アシストしてくれて。もう一曲行きたいけど時間微妙やな。ボアのメリクリ歌いたい。コンビニでお茶選んで、当たり前に分け合って、君の胸にくるまれている。あ、ずっとずっとそばにいて、大好きな君を見つめ
めてたい。ああ、うわ、フルッパーカウントダウン TV ライブライブ年越しスペシャルに出演だって。なんか去年の STU ってこんな風に見られてたのかな。めっちゃなんか、でもまあフルッパーの方がレコ大撮ってるからあれだけど、すごいな。去年のうちらさ、 FNS 歌謡祭出たりさ、 M ス出たりさ、カウントダウン TV 出たりさ、でもすごかったじゃん。多分他の人たちにさ、アイドルさんとかさ、わかんないけど、今私フルッパーマジすげえなーとか言ってるけどさ、こんな感じだったんだろうな。頑張ろう、またすげえなになれるようにね。めっちゃキュークルの子たち宣伝してくれてる。もう本当にすごくて、金沢 P からお話を聞いた時から開いた口が塞がりません。めっちゃ持ち上げてくれてんだけど。かわいい。申し訳ない。ありがとう。そんな。なおちゃん。どうしよう、芸歴先輩だったら。まあ、いっか。ツルル来てくれ、ツルル来てほしい。ツルル。56分 OK。 いや、この子三つ読み、光よ、アイドルちゃんの名前って可愛いの多いな。ランキング読もう、そろそろ。今北産業、産業も何も
ランキング読む時間になりました。お、嬉しい。じゃあまず序盤で緑でここにいるよってアピールしてください。ありがとう。7、あかりちゃん配信の需要と供給ってもう少しだけ物欲しいよ。物欲しいよね。ちあかりちゃんさんにしたん、あかりちゃんさんのアイドルに対して全然スペアないんだけど応援してほしいのでいっぱい応援お願いします。嬉しいです。そういうのに見たい。カンズありがとう。セブンありがとう。ミケちゃんありがとう。おいたんありがとう。なんか音止まった。私が来たわってたらストーチーって言ってください。おりますと福田はストーチーサウナの飯を飲んで決まり。香川県出身の福ちゃんことくたがいでした。ちかれんこやすいみずみです。みんな見てくれてありがとう。明日もよろしくお願いします。バイバイ。また明日ね。ありがとう。